はい。6月7日、お昼頃ですね。12時半ぐらいですが、えっ、ー、と、今日はコイン、えー、ビットコインキャッシュをやってみたいと思います。いろいろ実験段階なので、まあ、何の通貨が人気があるのかとかですね。<laughs> そんなことをいろいろちょっと試しながら、あの、やっていきたいと思うんですが、えー、ビットコインキャッシュにしても他の通貨とそんなに動きが変わるわけじゃないですが、えー、一応この5月末、5月後半、 にそこを打って、えー、今戻してきているのかなというところでありますねそこを確認するという意味で、えーまあ、短期戦、えー、いつもの通り7日にしてますが7日線を上抜けてきたとかですねで、まあ、もうすぐ中期戦30日30日にしてます30日を上抜けそうだとかっていう話だったりとかでしたマックリーを今日は、えー 持ってきてきますで、マック、D えー、まあ確かにその通りその、えー、マックディがシグナルを上抜けというところが、これは何日ですかね、えー、5月6月2日、1日と2日,のあ1日か1日のところで、えー、マックリーが、えー シグナルを上抜けというところで、ね、トレンド変化のサインということになりますね。まあまあちょ、多分日数をもうちょっと調整した方がいいんだと思うんですが、あの、ちょっと遅れてるんで、えー、もうちょっと早めにサインが出るようにすると多分もうちょっと精度が上がるような気がしますが、一応設定のまま、<laughs> あのデフォルト設定のままやって、で、一応、 転換したのかなとというところでありますビットコインキャッシュの場合は、えー、一度トレンドが変わると、そのままトレンドは続くと、えー、上昇に転じたんであれば、上昇トレンドはそのまま続くと見ていいのかなというふうに思っております。で、そこでですね、小さくしまして、えー、エンベロープで見ていきたいなと、で短期戦のエンベロープ10%に設定しております。で 個人的にはエンベロープとかボリンジャーバンドは順張り指標に使うべきと思っているので逆張り的に使って、まあ、こういうひげのところで掴めりゃもちろんいいんでしょうけどなかなか難しかったりするっていうのとで特にエンベロープ、えー、ビットコインキャッシュのエンベロープはトレンドに乗るとあのバンドウォークしていく。あのその 両端、バンドに接触してそこを抜けたあたりからその方向に、まあ、下に抜けたんであれば下方向にしばらく進んでいくっていう傾向がそれなりにありますんで、で、何かあの,あの他のテクニカルシールこういう MacD だったりとか、まあ、あの他の指標を使ってトレンド転換のタイミングを見て、で転換したなっていう、えー、買いシグナル、売りシグナルが出たっていうところで、えー じゃあ、エンベロープなり、ボリンジャーバンドを使って、えー、そのトレンドにじゃあ乗っていいんだなと、えーまあ、バンドを継続していくんだなってところを確認できるといいのかなというところですね。でちょうど今、あのー、6月3日、4日、2日、3日と、えー、10%超えて推移してってところで、今ちょっと落ち着いてまた、あのー、上昇に向かっていく。 とといいううころかなという気がしておりますので,であとあの割合なんでしょうねあの大きい通貨ビットコインとかと違うのはそれなりに出来高もできてるんであのこれビットバンクのチャート使ってますが、えー、それなりにこの上昇過程で今出来高がまあまあできてるっていうところなのでなんか、ねえー、出来高が縮んでるってわけじゃないのでそこもまだ、えー、救いというか。 期待できるかなというところかと思っております。そんな、えー、ビットコインキャッシュでした。